雪石さんからいただきました。完全新作ストーリー、小野執事、主人公セバスチャンの決め台詞とは。あくまでスイーツ男子ですから。イエス・ア・ラ・モード。あくまでザレ言ですから。黒土氏、ウェブラジオ・オブ・サーカス。はい。というわけでね。イケボイケボイケボだった。イエス・ア・ラ・モード。いや、いいね。プリン・ア・ラ・モードはどうなんですか。プリン・ア・ラ・モード。プリン・ア・ラ・モード。ア・ラ・モード。Be my baby. さて、ここからはゲストの宮野真帆さん。怒られるよ。本当に Be my baby。おもてなし。おもてなし。おもてなし辻、ルームオブ D。黒羊の主役たるもの、セバスチャンの羊スピリッツを知らずにどうします？そうですね。ここは声優界一のホスピタリティを誇る通称 D の部屋。なるほど。どんなご要望であれ、必ずや訪れたゲストに心からの満足を差し上げます、ね、それは楽しみだ。イエス。あ、おや、もうさっきからさっきからお客様がご到着のようですね。一回出ます。一回出ますね。一回出ていただけますか。締め、はい、コンコン。おや、お客様がコンコンコン、ご到着のよう、入れよ。ガチャ。お客様大丈夫ですか。今膝を強打されましたが大きいからね、はい、お客様のお名前は。宮野守です。宮野守様ですね、はい、宮野守です。守様、お待ちしておりました。それでは守様のおもてなしリクエストをお聞かせください。はい、僕宮野守言えよ。何言えよ。小野さんに癒してほしい。Be my baby。 かしこまりました。おもてなし辻小野大輔がモル様のご要望にお答えいたしましょう。やるよ。ふざけすぎだよね。あ、すっげえ巻き入ってる。何何、すっげえ巻き入ってるよ。今日のディレクターすごい巻き入れるんだよね。なぜか知んないけど。はい、こっからはですね、だからあのマモちゃんのこのモルちゃんから、ね、モルちゃん、モル、あ、モルちゃんね、うん、モルちゃんからいただいたですね、このご要望にお答えしていくという、コーナーになりますよ。はい、癒してほしい。お疲れですか。いや、別に。嘘なの。何その顔。やめなさいよ。このコーナー成立しなくなるのか。やめなさいよ。あー、疲れてます。疲れてます。疲れてる。いや、もう疲れちゃってさ。さすがにそうだ、暑いしさ。もう肩なんてバキバキだしさ。もう今叩いてる、すごい勢いで叩いてるね。本当にこれどうしたらこの肩こりは治るのかななんて、もう毎日思ってますよ。毎日も肩こりだね。基本じゃ肩こりだね。はい、肩こり。いや、でもね、あのね、癒されたい時はね、マッサージとか行かないの。行かない。あ、行く。たまに行きます。トレーナーさんがいるので。うんうん。あ、やってもらったりしますね。やってもらう。スポーツ的な方のやつを。じゃあ、体の方のメンテナンスは、まあ、たまには定期的にはやってますね。やっていると。はい、ただですよ。ただね、やっぱ、それ毎日ってわけにもいかないし、やっぱ、日々のね、積み重ねによってね、やっぱ、すぐ凝り固まっちゃったりとかします、ね。それはね、多分ね、目とか、その、精神的な仕事のストレスとかも来てるわけですよ。ああ、そうなんだ。そうなんです、そうなんだ。だからね、本当にね、心から癒してあげて、その精神を。本当、うん、何があるんだろう今日。ドキドキしちゃうな、はい。僕が一肌脱いでですね、脱ぎ脱ぎと宮野さんを癒しの世界にお連れいたしますよ。楽しみ。脱ぎ脱ぎと、はい、時に宮野さん、全裸だ。うん、あなたはオキシトシンという脳内物質を知っていますか。はい、あの、別名幸せホルモンと呼ばれている。そうそうね、そこよも、うん、あの、あと知ってることある。あと知ってることはある。ないだろうね。だから僕から言うんだけど、はい、脳から分泌されるとね、人の心を幸福感や安心感で満たしてくれるっていうね、はい、うん、あの、そうなんですか。モルちゃんのね、はい、うん、モルちゃんのご所望の癒しに欠かせない物質なんだね。脳内物質なんですね、そういうオキシトシンという物質が。そう、へえ。オキシトシンはね、例えばどんな時に発生するか。おお。可愛いワンちゃんと触れ合って、うん。ああ、かえってなった時に。今、オキシトシン出たんですか。今出た。ブワーッ、シュワーッって出た。
脇から出るんですか。なんで今シュワってやったんですか。脳内物質がもう小野さん空飛ぶから。それで小野さんの脳内物質って脇から出るんですか。僕の場合はね。へえ。素人のみんなは、ね、多分脳内に発生したもんだけど、そうなんですか。僕の場合はもう溢れすぎてって、あ、 そうなんですね、その分もう脇の方から出ちゃうからね。分かりやすい。でもそれを使って飛ぶから。あ、今出てるんだじゃん。出てます出てます、うん、こうなるのがオキシトシンです。へえ。そして1日の終わりにね、ビールとか飲むよね、はい、飲んだ後どんな感じになるんですか。はい、くーわー出た今脇から。で出た。ワン。それがオキシトシン。そう、それがオキシトシンなんだよ。はい、ではもうそれ脇汗だと思う。そのオキシトシンを多く分泌させるには、ああオキシトシンじゃないの、オキシトシンね、出てるよ今、今も出てるよ、ほらマモちゃん今、今爆笑してるでしょ、今カッカッカってなってるでしょ、そう出てる出てる出てるよ、今の面白い、オキシトシン出てるからね、オキシトシン、オキシトシン面白いね、よしよし出てるぞ。いくつか方法がある中でですね、最も重要なファクターとされているのがですね、うん、ワキンシップ。ワキンシップ。ワキンシップ。そうそうそう。3ポイント。3ポイント。抱きしめてやる。いやいやいや、そのびちょびちょの脇で抱きしめんのやめて。おお、出る出る。でも、大喜利写真出るから、お前にも。スキンシップ。例えば。スキンシップ。例えば、温泉。温泉。温泉です。温泉が癒されるのはもちろん、泉質の効能にもよるんですけれども。リウマチとかね。そう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 。リウマチとかね、うん、だいぶ、だいぶ現実的になったけどね。そうなの。そう、なんだ、作家さんは、笑いすぎて頭を机で打つというですね、昭和か。その動き、ね、裸の付き合いなんですよ。お、なるほど、うん、それはまあ、スキンシップってことですね。そう、もうすでに僕裸ですからね。あ、うんうん、本当だ、全裸だ。はい。だから、マモちゃん。うん、あ、はい、脱いで。温泉行こう。温泉。え？温泉行くよ。え、今からですか？今から行こう。え、だってここスタジオじゃないですか。温泉なんてどこにもないじゃないですか。行こう。どうやって温泉に行くんですか？今からここ、ルームオブディーバー、日本屈指の人を、小野温泉に変化するぜ。へぇ？そして、マモちゃんの脳から、オキシトシン、いや、オノシトシン、こちらをたくさん分泌させてみせるぜ。よろしければ、リスナーのみんなも、俺たちと裸のお付き合いをしてみないかい？あ、はい！じゃあ、はい、脱いで、はい、脱いで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 、ずる。じゃあ、本当にね、本当に、本当にやろうとしてくれてるけど、SE!SE! はい！本当に、本当に今タンクトップになりましたけども。